どうも、くまはちです。ワードプレステーマシリーズ139回目は、今ご覧になってます、フリーニュースをやってみようと思います。このフリーニュースですね、マガジンタイプの、こう、ブログとかにね、非常にいいということなんですけども、表示速度をね、こだわってるっていうことを書かれてたりするもんですから、AMP じゃないのかなと思ってですね、よく見てるんですけども、実際中身をですね、見てみないことには何とも言えないな。で、もう一つね、特徴的なのはね、プロモーションが行えますよっていうことがですね、この英文の中に、翻訳すると書かれているようなので、どんなプロモーションがね、できるのか、そこもね、ちょっと注目してみたいなと思うところです。で、こちらですね、今まで PHP のバージョンがですね、5.2 とか 5.6 より上っていうのが多かったんですけども、今回はですね、7.0 以上っていう風になってるんですね。で、まあ過去にね、一番高いのが 7.2 以上っていうものがありましてですね、その時はちょっと困ったなっていうところだったんですけども、まあ 7.0 ということなので、まあ CPI サーバーさんでもね、ギリギリなんとか何にも触らなくても大丈夫かなみたいなところです。今 CPI サーバーがね、7.0.32 っていうのが、こう、初期設定になってるもんですからですね。まあなんとかギリギリ大丈夫ですねっていうところですね。ということでね、早速、専用のワードプレス用意しましたので、入れてみたいかなと思います。ね、ワードプレスのバージョンは 5.2.3 になっております。早速ね、外観から、フリーニュースを入れてみようかなと。まあ、今ね、このテーマの追加でね、最新のものを開くとね、結構いろんなものが出てくるんですけども、この中からですね、こう、選択して、これがいいかな、あれがいいかなってやってますので、まあ、最新の中からね、探していけると思うんですね。で、この、動画が投稿されて、日にちが経てばですね、検索した方が早いと思います。もう日々ね、新しいテーマ出てきてますんで、で、これ有効化します。これ有効化したときに、まあ、必須プラグインがやっぱりあるんですね。はい。ということでね、必須プラグインをインストールしましょう。まあ、一個だけ、ワンクリックデモインポート、一個だけなんで、まあまあいいかっていう感覚なんですけども。はい、これインストールしたらですね、あと有効化する作業が残ってますので、ね。で、有効化の場合はアクティベートになります。で、アクティベートまで終わりましたのでですね、一度、このアバウトテーマっていうのが新しくできてますので、こちらをちょっと見てみようかなと思います。で、ここにですね、ビジットフリーデモとあります。
で、まあ、こういうね、感じに、このフリーニュースはなるんだよっていうことをこう書かれてるんですよね。で、まあ、これがね、どのようになっていくのかなっていうところをですね、しっかり見ていきたいなと思うんですけども、まあ、結構ね、カラムがいびつな感じでなってるのかな。で、またここにね、日付が表示されたりしてますよね。で、ここにバナーがあって、まあ、ここで検索ができるようになってて、ね、ポータルサイトとかに、こう、いいのかなっていう感じでですね。で、まあ、ここは注目記事をこう表示したいところなんでしょうね。はい。で、まあ、これもバナーみたいな感じですよね。で、ここから下がですね、まあ、3からもいいなって言うんですね。ここの区間とですね、ここの区間と、ここが、ちょうど3カラムになってますよっていうようなね。で、まあ見た感じね、ここの、ソーシャルアイコンの部分ですね。ここがですね、結構新しいのを使われてるんですけれども、この Google Plus いらないよなって思うんですね。はい。で、ここのね、スティッキーが、まあ、フラッシュニュースみたいな感じで、こう出てますけども、まあ、最新の投稿がこうやって、流れるのかなっていうような感じも受けます。で、ここがね、スライダーになってるようですね。で、ここが上から下に、下から上にですかね、スライドしていくっていうタイプになってるんでね。まあ、結構ね、面白いかもわかんないですね。はい。ということで、まあ、これ、ビジットフリーデモっていうのをこう見させていただいたんですけども、このデモはどこからインポートするんでしょうかっていうのが、いまいちよくわかんないですよね。はい。Get started with free news。っていうのはここなんですよね。いつまでも出なくていいんだけどなーって感じでね、思ってるんですけども。まあ、クリックしたらね、これインポートデモデータっていうのが出てきましたので、こちらの方からね、ファイルが選択されてませんってなってるんで、どうしたものかなというところでですね。はい。まあ一応一通り目は通すんですが、何を書いてるのか英語なので、いまいちちょっとね、わかんないので。ああ、やっぱりこのデータがないと、ダメなんでしょうけど、どっからデモのデータを引っ張ってくるのかなっていうのは、ちょっと謎なんですよね。ここにデモインポーターってありましたね。インストールデモプラグインね。で、ダウンロード if from here。これ違うのかな？はい、こういう具合にね、なってますので、一旦ちょっとダウンロードします。
はい、これが、データになっているので、一旦ね、こうやって移していかないとダメなんですよね。ね。移したところからね、選択していくっていう形になります。拡張子でこれ分かれてるんでね、拡張子をこうね、こう辿って、こう、参照ボタンでね、探せば良くないかな、みたいなところなんですよね。結構時間かかってるみたいなんですね。はい。で、たまにね、こうやってエラーが出ることがあります。ね、まあ、どんなデータが入ったのかね、とりあえず一通りちょっと見てみようかなとは思うんですけども。ちょっと動き悪いですね、今日は。はい、この辺が多分、入ってきたものじゃないかなと思います。で、あとメディアですね。これなんかそうですね。まあ、この辺全部そうなんですけど、まあ、いろんな、ね、画像があるので、まあ、この辺の画像のサイズが分かればね、どういうふうに、変更していけばいいのか。そういったことをね、こう、考えて動いていけるということになります。ということで、外観にまた戻ります。まあ、確認したらね、あとはいいんでね。で先にね、カスタマイズをするより先に固テーマを作ろうと思います。ここにチャイルドテーマってあるんですけども、プラグインでワンクリックチャイルドテーマっていうのをこうインストールしとかなきゃいけないんですよね。で、
こちらにはですね、We use child と入力してですね、We use の固定マという形でね、説明を入れておきます。まあ、こうしとけばね、私以外の人が触っても、後でこれがここの固定マなんだなっていうことをね、瞬時に理解していただけるので、まあ、誰が触ってもわかるようにしとくっていうのが一つの方法です。まあ、たったこれだけでね、固定マが簡単にできてしまいます。で、まあ、固定マがね、できましたので、カスタマイズに行きます。まあ、親テーマからね、カスタマイズしても100% 受け継がれないので、先に固定マ作る方が硬いです。で、このカスタマイズのとこからね、カスタマイズに入っていくんですけども、左側が表示したんですが、右側はなかなか表示しないですね。で、このフリーニュースプロっていうのはちょっとスルーします。で、テーマオプションズっていうのがあるんですけども、これよりも先に、まあ、いろんなテーマにね、まあ、ほぼ必ずありますよっていうサイト基本情報。で、まあタイトル、キャッチフレーズ、ね、あって、サイトアイコン、ロゴ、ね。このロゴのサイズってテーマによってね、いろいろ違うんですけども、250×250 なんてないなって思いながらですね。はい。まあ、できるだけ正方形に近い画像がないかなっていうことで、まあ、これが近いんだけどもな、みたいな。で、まあ、ロゴが入ればね、これ必要ないと思うんで、消して、まあ、サイトアイコンこれ入ってしまってるんで、変更します。サイトアイコンはね、512ピクセルの正方形にしてくださいっていうふうにね。まあ、512ピクセル以上ね。以上の正方形にしてくださいっていうふうになっているので、まあ、こんな感じで、やればいいかなと。で、これで、一旦公開します。ここに出てますね。ロゴをね。で、ここでテーマオプションズを、開いてみたいと思います。で、オールテーマオプションズ。で、フロントページポストカテゴリーズっていう風になってるんですけども、
ここでね、ブログシングルオプションズってあって、まあ、ハイドオーナーっていうのがあるんですね。で、これオーナー名が出るのを隠すっていう意味なのかなと思ってるんですけども、これがね、ちょっと邪魔で、見れないんですよね。で、まあ、こちらでね、ページ開いて、これ更新しながら見ていくしかないんですよね。で、ここのね、表示がちょっとすごく悪いなっていうのがすごくあるので、ここをちょっと更新しないことには、確認ができないかなっていうことなんですよね。まあ、こちらと比べてね、何がどんだけなってるのかなっていうところでですね。まあ、これもちょっと公開したらいいと思うんですけども。メニューのセッティングがうまくいってないのかなっていうのが。あったりしてですね。まあ、こんな感じでね、1、2、3、4つ、こういうのがこう表示できるようになってます。で、この中身をね、こういうところに熊八ラボっていうのが出てるので、さっきのところ戻ります。テーマオプションズでしたよね。で、そこのオールテーマオプションズで、こういう風になってるんですけども、ここでハイドオーナーを選択します。で、これで、消えないですね。オーナーを隠すってしてるんですけどね。はい。あ、コメントも隠してもいいよな。これでね、本当は消えなきゃいけないんですけどね。で、まあ、フラッシュニュース。カテゴリーをね、こう、選ぶことも可能なんですけども、あえてカテゴリー選びません。で、メインバナー、セレクト。ここでね、やっぱりいろんなことをこうね、選択できたりするんですよね。で、ハイライトカテゴリーっていうものをですね、しっかり選ぶと。まあ、ワードプレス、
ワードニュースというより、ワードプレスニュースっていう方がいいかもわかんないですね。で、ハイライトカテゴリーに何を選ぶのかっていうところなんですけども、まあ、こんな感じでね、いろいろ、こう、ね、やっといてですね。あと、色とかはね、あと、いろいろ、こう、選択できるんですけども、カテゴリーによってね、色を変えれるようになってます。で、あと、ヘッダー画像ですね。で、1920×500 ピクセルの画像を使うと、もっともうまくいきますとなってます。まあ、1920×500 っていうとね、結構大きいですからね。あ、ここでは、出てなかったんですが、下の方では、出てましたね。こちらではね、ワード。これ変更されてないな。ワードプレスニュースになってんだけどな。で、カテゴリー。で、こういう感じでですね。上のブログのところがね、消えてるんですけども。で、背景画像はね、もういつもの通り無視します。で、メニューはさっきやりましたので、ここでコンテンツのオプションですね。で、ここの投稿者を表示を外します。まあ、ここはね、投稿者を表示っていうのをこう、消すだけ、ね、コメントリンクも消していいかな。まあ、コメントいくつありますよとかね。あ、別に表示しなくてもいいと思ってるんで。すると、途中のところも消えてくれてないですね、ここね。まあ、この辺がちょっと、どうなのかなっていうところですね。で、ウィジェットはね、いろいろあります。ね、まあ、ホームページ設定もこのままでいいですね、今回は。で、スタイルシート。もしかすると、これスタイルシートでないと消えないかもわかんないです。で、関連記事も、これ Jetpack での設定なので、で、こちらで、確認してみたいと思います。はい。今こんな感じでね、なってるんですけども、こういったところをね、どのように変更していくかっていうところですね。で、ここのね、ブログの表示が3カラムになってるので、3の倍数で増やすといいですよ。今4つだけ表示してるんですけども。で、ここに、こうバナーがあってですね。まあ、これ自社のバナーを作ってもいいんかなっていうふうに思ってます。ということでね、このカスタマイザーそんなに設定できるとこないんですけど、
ハイライテッドカテゴリーが、エディターと、インコマース、キスパーズセッティングはそのままでよかった。このページビルダーがね、上の方のページビルダーの方がよかったのかな。まあ今こんな感じになってますんでね。ないところがね、こういう風に表示されるんですよね。で、あとここのバナーを変更してっていうところですかね。はい。まあ、カスタマイザーではね、もう、こんな感じでいいんですけども。あ、間違った。ヘッダーじゃなかった。ウィジェットですね。で、まあ、勝手にね、いろいろ買われたり、入れられたりする部分も結構あるんですけども、もうヘッダーバナーですね。これ画像になってるんですけども、この画像はテキストに変更してね、やった方がいいですね。すると、ソースコードそのまま貼り付けみたいなね、そんな感じで、されてもいいかなと思います。で、アドバティスエリアっていうのもね、これ画像になってますよね。これですね。なので、ここと、ここがですね、ウィジェットで変更する部分、こういうところに入ってますよっていうことですね。まあ、この辺はね、知っておいて、後で、ちゃんと変更できるように、しといていただければと思います。で、まあ、こういう風にナビゲーションメニューとかがいっぱい入ってるんですけども、だからね、こういう風になってるんですけども、ここはね、こういうふうに、変更したら、で、まあ、この辺もね、勝手にカテゴリーが選ばれているので、セレクトに戻して、このね、
ティースパイラルっていうところなんですけども、ラテスポストっていう風になってますけども、まあここを3の倍数に変えた方がいいですね。で、ここがカテゴリースライドになってますんで、まあ、このままにしておきます。で、まあね、メインセクションが、まあ、このローカルニュースとかね、こういった部分がですね、まあ、ニュースがいいのか、どういうふうな文字がいいのか、ね、そういった部分をですね。で、まあ、セレクトカテゴリーをね、ここで自由に選んでいただいたらいいと思うんですけども、まあ、こちらでビルダーを選んでいるので、まあ、こちらではね、違うものを選んでみようかなと思うんですけども。まあ、それでね、こうやって編集しながら、じゃあ、どういう風になってますかっていうところなんですよね。で、まあ、4が変わってないので、4は何かありましたね。ここだと思うので、ここを3の倍数に変えてみます。で、これで変わったかな。あ、ここで更新かけるとわかるかなっていうところなんですけども。ここはね、変わらないみたいなので、何かあるのかなって思ってますけども。これかな？まあここもね、本来バラになるので、こちらですね、基本的には、こう、アフィリエイトになるので、テキストエリアを、こう、ね、テキストウィジェットをここに追加しておくっていうのがいいと思います。これで、更新かけたら、どう変わりますかというところなんですけども。で、ここがね、変わっていかないっていうのが、やっぱりちょっと何かあるのかなっていうところですね。まあ、根本的な、ね、原因がどこにあるのかっていう。多分ね、固定マンじゃなかったら表示するのかなと思ったりもするんですけども。
テーマをね、一回ちょっと固テーマを外してみようかなと思うんですけども、まあ、こちらを有効化してね、カスタマイズします。ずっとね、まあ、こんな感じで、表示しているんですけども、まあ、こういったところがね、コンテンツのオプションで、反映されてないと。で、テーマオプションの、オールテーマオプションズ。で、ハイド。はい。ここで、ここの、クマハチラボ消えました。ね、ここはサイドバーにあるんですけども、サイドバーの方は消えないですよね。はい。ということで、サイドバーの方の、クマハチラボをどうやって消すのかっていうところですね。そこをちょっと見とかないといけないと。で、まあ、公開というふうにしてですね。まあ、どこまでできるのかっていうのは、まだ定かじゃないですから。まあ、こういう形でですね、表示してるんですけども。あ、今度はこの3の倍数じゃなくて、ここの、こちらではなくて、表示設定で変更ですね。で、表示設定で変更する場合はね、こっちの設定からこの表示設定ありますので、ここでね、まあ、3の倍数に、変更していれば大丈夫です。で、ここに関連記事の設定出てますけども、これジェットパックをインストールして有効化して、設定してないとここ出てきませんので、その点はね、お気をつけください。で、これで更新してみてどう変わるかという部分をちょっと見てみようかなと。はい。こうやってね、12という風な数字で出てきます。ね、よく見るとね、ウィジェットの中にね、カテゴリーが2つ入ってるんですね。サイドバーにね。で、1個はちょっと外そうかな。ここですね。これ1個外してね。で、かっこよくするためにね、何をするかって、これ階層化ですね。すると、まあ、あんまり詰めすぎるとね、まあ、正直な話、ここのね、横が長くなるんで、そういったようにならないように、
こんな感じでね、やってればいいかなと。で、ここが1、2、3、4、5、6、7。7つ出てるんで、ここはちょっとカスタマイザーで、変更しておきたいかなというところですね。ワールドニュースってなってた部分なので、これウィジェットかな？ここのラストポストが、ここが7になっているので、5にしておこうと思います。で、まあ、ここはですね、こういうふうに変更してですね、まあ上に最新のとこあるのでね、ラテストポストがね、別にあってもなかったもいいんだけど、まあ、こんな感じでね、セッティングができれば、まあまあ、まずは良しとしてもいいんじゃないでしょうか。で、まあ、ちょっと1ページ開けてみて、まあ、ブログの中がね、どういう表示になってるかっていうのをね、ちゃんと理解しとかないといけないので。まあ、ここにね、タグが入るのはいいんですけど。これでね、投稿者名が表示されるのは、こちらの、ワードプレスニュース、ワードニュース、ワールドニュースっていうところにね、これを、ワールドニュースを、ワードプレスニュースに変えましょう。まあ、ここだけなので、まあ、あとはどのように変更するかですね。まあ大体はね、これで、はっきりしてきたなっていうところではあるんですけども。まあこの動画見ていただいてれば、まあ、こうするのか、ああするのかっていう部分でね。
ああ、そういうことですね、っていうことがよくわかってくるんじゃないかなと思います。はい、まあ、これで、このように、表示されてですね、ここがなぜ、4つのままなのかなっていうところではあるんですけども、ちょっと設定的にはね、なんか聞いてないなと思ってます。やはりね、こうテーマがちょっとどうもよろしくないみたいですね。で、もしかするとね、こうテーマのフォルダの中に親テーマのファイルのコピーがどうしてもいるのかなっていうところがちょっと怪しいかなとは思ってるんですけども、この辺のね、表示がうまくいかないっていう部分、もう一度ちょっと見直す必要があるのかなっていうことと、まあ、ここの、ワードプレスニュースに変えたところにね、まあ、この熊八ラボっていうふうに出てるので、まあ、ここもソース触んないとどうにもできないのかなっていうところではありますね。はい。はい。サイドバーのね、熊八ラボが、消えなかったので、強制的に、このスタイルシートで、このように書いて、非表示にしました。まあこれね、ソースでどういうふうに見つけていくかっていう部分をね、見せるのも、まあ、一つの方法かなというところはあるんですけども、どうしてもですね、このリンクのところに、ワードプレス ID が出てしまうので、そこをちょっと見せるわけにいかないんで、まあ、こういうふうに、見つけて、まあ、こういうふうに書きますよっていうふうに、やらないと仕方ないですよね。はい。またね、どういうふうにやっていけばいいかっていうのもね、ちょっと別のサイト使ってね、消すことを目的とした ID を作った上で、ちょっとやっていけたらなっていうふうに思っております。はい。ということでね、まあ、一通りこういう形でね、こう、やってですね、まあ、サイトがね、このように変わっていきましたということでね。このようにね、設定をこう変えていくことができるんですよね。で、まあ、こういう形で、まあ、正直このね、テーマそのものは僕は悪くないっていうふうに思ってて、こういうね、まあ、この辺がちょっとプロモーションっていうことになるんでしょうけど、しっかり強調したいところをしっかり前面に出せて、
そういった中で、まあ今後、そういった部分をどのように、こうアピールしていくのか。ね。で、まあ、最新記事は最新記事でね、こういう形で、並べていければ一番いいんじゃないかな、というふうに思っております。で、まあ、すべてがいいわけじゃなくてね、やはりこの辺のね、表示しない部分をちゃんと表示するようにしてあげる。ね、ちょっとスクリプト見てないので、PHP どういうふうに組んでくれてるのかなっていうのが、わからないところなんですけども、ここら辺もちゃんと表示できてね。で、こういった部分はメニューで、やってるんですよね。だから、まあ、ソーシャル専用のメニューを作んないとダメだっていうことですよ。で、まあ、この辺もメニューなんですよね。で、どういうふうに表示していけばいいのかっていう部分はね、皆さんの考え方次第で、どんなメニューを作るのかっていうのは、それぞれもう、あると思いますのでね。で、まあ、ここはね、お約束のメニューなので、まあ、そんなにね、あでもない、こうでもないってなることもないと思いますけども。で、あと、フッターですね。で、まあ、正直ですね、ここのフッターね、このメニューよりは表示したいものがあるわけですよね。いつも表示してる、その、ページプラグインとか、ツイッターの、ストリームとか、そういったものを表示したいんですけども、今回はこの三分割とかそういったフッターウィジェットがですね、一つもなかったという部分でね、そういった部分を今後追加していけると嬉しいかなと思いますね。はい。まあ今回ね、フッターに関しては、一切触ることができないようになっているので、まあそれをどうカスタマイズしていくかっていう部分にかかってくるとは思うんですけども。まああと、このね、アフィリエイト含めたところをどうカスタマイズしていくのか。で、まあ、ここのフラッシュニュースを、タイトル変えて、まあ、どのようにしていきましょうかねっていうところですかね。はい。ということでね、今回はこのフリーニュースっていう、こう、テーマをね、紹介させていただきましたけども、まあ、設定そのものはね、そんなに難しくないです。ただ、こうテーマとの連携を取るのに、どのようにしてれば、問題なく、同じように動作してくれるのか。ね。ファイルをコピーしとけばいいのか、そうでないのか。ね。そういったところまで、ね、ちょっとしっかりちょっと見ないといけないなっていうことは思いましたけども。まあ、いつもぶっつけ本番でこれやってますので、まあ、こう、うまくいかなかったから、これはダメだっていうんじゃなくて、じゃあどのように変更していけば使えるものになるのか。そういった部分をね、ちょっと考えていきたいなと思ってます。でね、まあ、サブサイトとかでお使いの場合にね、こういったところに、自社バナーのようなものを、作成されるのも一つの方法かなって思うわけですよね。はい。まあ今までね、こういう表示の仕方っていうのが、できるものにちょっと出会ったことがないので、まあ必要なければね、ウィジェットの方で、まあ消すっていうことも、可能かなっていうふうに思ってます。なのでね、まあ、ここでウィジェットを表示してですね。
ここのアドバーティスエリアのこれを、削除と。で、削除しましたので、これ消えると思うんですよ。はい。まあ、こういう風に、見せることも可能だし、あそこに、どういう風に入れたいのか、ね。まあ、3カラムで入れるんだったら、まあ、ビルダー使うなりなんなりして入れる方法もやっぱり出てきますよね。そういったこと含めてね、ちょっとカスタマイズすると、可能性のあるテーマなんじゃないかな。そのように私は思います。はい。まあ、今後ね、ちょっと時間のある時にカスタマイズしたものがこうできてね、こうテーマの配布ができたら面白いなっていうことをちょっと考えながら見ています。ということで、139回目の今回はこのフリーニュースをさせていただきました。また次のテーマでお会いしましょう。どうしても自信のない方は、熊八が優勝対応でサポートさせていただきます。熊八ラボが LINE アット始めました。Zoom サポート、レンタルサーバーの初期設定無料クーポン付きの LINE アットです。ワードプレスの最新情報がわかる LINE アット。友達追加よろしくお願いいたします。また、ワードプレスの最新情報が動画でわかるワードプレスで自社サイトを作成チャンネル。チャンネル登録よろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございます。関連チャンネルもチャンネル登録していただけると非常に嬉しいです。よろしくお願いいたします。